撮影できればなと思っておりますので、終了後、終演後も、お帰りにならずにお座席に残って、待機していただければなと思います。またご案内させていただきます。というわけで以上、抽選会のコーナーでした。さあ、ここからはですね、ふなっしーにも再登場していただきます。はい、改めてふなっしー、イエーイ、はい、抽選会が終わりまして、おお、はい、今がっかりしてる人もいるかもしれない元気出せ、はい、元気出してください。また来年があるさ、はい、かっこいい、かっこいいな、かっこいい、はい、というわけでですね、ここからまた新たな企画いきたいなと思っております。はい、はい、3なし揃ったところで、ここからはこちらのコーナーです。題して、なし友の健康を守れオリジナル体操を作ろう。この3年間ぐらいね、なかなか外に出てみたいなことができなかったりするったりね、在宅だったりっていうことも多かったと思います。ちょっとな、ね、お腹に脂肪がついてるとしちゃうらしいな。そう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 、なのでちょっとですね、ふなっしーたちにですね、はい、簡単に家でもできるような体操をこの場で考えていただきたいなと。おお、いいよ、思ってます。ちょっとね、もう完全に無茶ぶりかもしれません、アドリブ満載かもしれませんが、はい、ちょっとですね、まずなんか曲を用意してます。あ、どんな曲？はい、50秒ほどの曲なんですけども、はい、ちょっとラジオ体操風な曲用意してますので、一旦それを流しますので、聴いていただいて、どんな体操にしようかなって考えてもらってもいいですか？ラジオ体操の曲ではないってことではないです。はい。では、一旦こんな曲ですって流しますね。じゃあ曲、お願いします。前奏があります。ここからですね。はい、ゴロちゃんとフナちゃんはね、フナシの動きを見てね、あ、こんなことやるんだなってイメージしておいてください。クリケツの運動とか言いそうですやってもらいたいなと思うんですけど、話的には今どのあたりの部位をこうイメージしてこうやったんですか？やっぱ腰周りがダブすぎてきちゃうんで腰と、あとやっぱ柔軟性、どこですか？柔軟性、あ、柔軟性、そう、体を柔らかくほぐす、なるほど、そう、関節から動いるからねなるほどね、柔軟性を意識した体操ということで、そう、はい、これね、今の動画撮ってます、 YouTube に後で流しますので皆さん見ていただいて、家でもできますから、はい、ただ今の動きもふなっしー多分忘れてます完全に同じ動きになるか分かりませんが、はい、本番ということでもう一回お願いしてもいいですか？はい、はい、じゃあふなとゴロちゃんはふなっしーの動きを真似てやってくださいね。はい、じゃあそれではいきますね、はい、ふなっしーオリジナル体操です。
ないですか。これだけでもちょっと疲れたもん。疲れたでしょ。ふなっしーは自分の動き見れてないと思うんですけど、ふにゃちゃんちょっとどんな感じだった。ふなっしー、かわいい。アホの坂田みたいになってる。でこれでね、今動画撮ってますんで、家でぜひね、はい、やってもらいましょう、皆さんに。ぜひね、柔らかくね、柔らかく来年も。柔らかく、柔軟性大事ですから。ゴロさんどうでした、やってみて。いや、意外と結構疲れるじゃん。いや、あれちょっとキレイしようよ、フシーも。そう、キレッとしてて、なんか、いい感じの運動になったの。ダイエットになりそう。ダイエットになるね。ゴロさんもなんか体操っていうか、ピラティスか、やってるって言ってましたから、この体操ね、やってみてもらって、柔軟性を高めたいと思います。柔軟性のある1年にしていきましょう、来年は。はい、ね、頑張っていきましょう。はい、じゃあ見事オリジナル体操でした。はい、そしてですね、ここからはお待たせしました、もう一つあります。先ほど抽選しました、ふなっしー名誉店長のお届け企画の当選発表です。今ね、どの場所かというのを私聞きました。はい、でも先に言う、場所だけ先に言います。はい、今ね、携帯持ってるんですけど、このお客さんの番号も打ち込まれてます。はい、では発表しますね。はい、先ほどふなっしーが抽選した、ふなっしー名誉店長お届け企画1等の当選者、はい、都道府県名のみ発表いたします。はい、今回ふなっしーがお届けに向かうのは、はい、愛知県です。愛知です。ちょっと行きやすいです。行きやすいです。本当申し訳ないけど、あの閉まるとまあ騒ぎがちょっと日本語がやばいんじゃないかって雪でね。そうですね、愛知ならね、大丈夫そうです。はい、よかった。まあ、いつお届けに上がるかっていうのはお客さんと連絡取り合いながら、はい、後日決めれればなと思ってるんですけれども、まあ、っだったら待ってる方がいらっしゃいますんで、お電話しちゃいたいなと思います。はい、ここにいるかもしれないです。わかんないね、わかんないです。じゃあ、普通はこういう会場までさ、はい、電話切ってくださいとか言うじゃん。ですね、今だからもしかしたらエントリーして愛知から来たっていう方がいるかもしれないです、ここにも。だからその方は電源とかになります、ここで。その場合は取っていただいて大丈夫です、ここにいる場合は。はい、はい、自分だと思う方はもう立っててもいいよね。私エントリーしたし愛知だしって立っててもらってもいいですよ。います、ちなみに。違うかったらかわいそうやけど、難しい。面白いと思う。抽選終わってずっと立ったままかもしれません。電話しても。はい、はい、じゃあかけますね、はい、電話よいしょ。あ、緊張するね、なんかね、なんだろうね、この緊張感。ちょっと梨汁飲むわ。まさか当たるのは。え、事前に連絡しんじゃないの。しないでしょ。え、マジで。いきなり。え、もうそうなの。こんにちは。あ、留守電になるならメッセージ残そうかと思ったんですけど、なかったんで。あ、でもこれは当選外れたわけじゃないんで、後でお電話して当選ですよってご連絡改めてします。ああ、そういうことか。はい、この場でふなっしーとお電話できなかったんですけど。そう、あれは事前に連絡してるのって違うんだよ。違う、もうさっき抽選してあれですからね。はい、なのでまあふなっしーお家行きますから。はい、次の前では知らない携帯番号があってきたら出ないよ。出ないですね、しかも非通知でかけて。まあ一応ね、今日かけますよっていうのは一応言ってはいるんですよ、イベントの中で。かけますよっていうのは。じゃあ、あのひょっとしたら皆さんの中にまだいる可能性はあるってことですか。可能性ありますね。エントリーし忘れてた愛知県民の方がいるかもしれない。非通知拒否制ってもある。あ、そうですね。
まあでもね、あの愛知県の方にお届けしっかりと上がりますんで、はい、はい、お届けの様子はまた後日ね YouTube で配信したいなと思っておりますので、お楽しみにしてください。はい、以上お届け企画当選者発表のコーナーでした。はい、ここからですね写真撮影タイムに移りたいなと思います。じゃあどうしようかな、まあ、ふなしがいるところにさんなし、ゴロとふねちゃん集まりましょうか。ニコマの一味あの少し客席明るくしても良さそうですね。ふなしが結構今前におりますんで、はい、じゃあお写真タイム行きましょう。まずはですね、ふなしたちから見て左側のお客様から行きましょう。ふなしが今ステージに、あ、ケツでいいのはい、じゃあ行きます。はい、なっし、はい、足上げて、はい、高く手を上げてる方は後ろの方に配慮していただいて、取れたら手を下ろしてあげてください。はい、じゃあ5秒前、5、4、3、2、1、はい、OK です。ではステージの真ん中のお客様行きましょう。はい、行きます。はい、なっし、年末年始は太りやすいですから、はい、5、4、3、2、1、はい、OK です。じゃあ最後ステージの右側行きましょう。ゴロ元気、ゴロ元気、めっちゃ元気だ、元気、うん、めっちゃ元気、はい、じゃあ行きましょう。はい、なし、正月どうするんだし、正月は私の妖精会行かんの、私の妖精会に帰っちゃうかもしれない、あ、帰るの、うん、恐れますか兄弟の会話ですこっちで過ごしなきゃ、うん、はい、5秒前行きましょう。5、4、3、2、1、はい、OK です。ではですね、せっかくなのでね、皆さんと記念撮影したいなと思います。はい、お客様を背景にお写真撮らせていただきます。後ほど Twitter にアップしますので、写ったらまずいよという方いらっしゃいましたらお顔隠しておいてください。よいしょ、はい、行くぞ。はい、じゃあ行きますよ。いいですか、皆さん、あのそのままで撮れば撮れそうですかね、広角で。はい、じゃあ行きます。笑顔でお願いします。はい、なっし、撮れましたかね。はい、 OK です。いい写真撮れたようです。後ほど Twitter にアップしますので、皆さんぜひカードをね、ダウンロードしてください。バイバーイ、よいしょ、あっという間ですね。あ、ちょっと、あっという間でした、うん、もうね、なんだかんだ小1時間経っております。あ、すごい、ワールドパックのみやってましたね。だってごめんなさい、もういや、ワールドカップの決勝のみにあっという間だったなっていう。そうそう、ワールドカップのね、あっという間でしたね。結構、おなちゃんも夜中まで見てますよねでも、久々にこうちゃんと見た気がする。あ、サッカーを、サッカーね、楽しいね、ワールドカップ悔しいね。そんな詳しくなくてもシンプルにね。そうそう、やっぱりまあ誰もが知ってる世界的なスーパースターがいっぱいいるんですね。そうですね、クリスチャン・ロナウドとかね、楽しかった、メッシ、そう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 、メッシメッシっていうのはいいですエンバペエンバペね、本当にね、スターがたくさんね見れて盛り上がりましたね。まだ3月とか野球もありますから。あ、野球もあるし、あとその後バスケも、あ、そうです、バスケのね、ワールドカップもありますから、スポーツがね、熱いね、なりそうでございます。はい、というわけでですね、まあ、イベントね、こちらで終了となるんですけれども、最後にですね、一言ずついただきたいなと思っております。じゃあ、五郎さん、はい、お願いします。はい、メリークリスマス
ちゃんと一緒に頑張っていきたいと思います。続いてふにゃちゃんお願いします。今ね一生懸命書いてくれてます。あざましたふにゃちゃんも今年1年であちこち行ってね、ね、忙しい1年大活躍だったね。大活躍、北海道も行ったしね、九州も行ったし ね、うんうん、どこが一番良かった、どこが一番良かった、一生懸命書いてる。25日、平井でラストイベントある、しっかり告知です。25日、平井でイベントあります。ふにゃちゃん、今年1年いろいろ行きましたけど、どこが良かったですか。平井ってことはホーダーのイベントでしょ。ねえ、クレだって。クレ、クレ良かったね。クレのイベント良かったですね、今年も行けてね。そうあっという間の1年でございました。ふなっしーランドとしてはね、今日が最後のイベント、あの年内最後のイベントになりますんで、ふなっしーもそういう皆さんの前でイベント、今年これ最後のかもしれない。ああ、最後の 生のイベントはこれが最後ですかね。まだぶしゃぶしゃとかあるけどね、これイベントが最後、はい、でも本当に今年1年皆さんありがとうございました。年内最後のイベントありがとうございました、イベントですね、ご退場、規制退場とさせていただきます。まずはですね、1階11列から後ろの座席のお客様からご退場いただきたいなと思っております。まあ、新幹線だったりの時間があるということで間に合わないという方いらっしゃいましたら、前の方のお客様でもお帰りいただいても大丈夫です。また先